落下県落下県は、シリアの14ある県の一つ。面積は19,616平方キロメートル。人口は85万4,000人。県とは落下。シリア北部に位置し、東は、ハサカ県とデリゾール県に、北は、トルコ国境に、西は、アレッポ県、ハマー県に、南は、ホムス県に接する。乾燥した土地が多いが、 県内をユーフラテス川は貫き、北からバリフ川が合流する。川沿いは肥沃な農地となっており綿花などが栽培され、農業と牧畜が主な産業である。新石器時代のテルアブフレーラ遺跡などの他にも、青銅器時代、ローマ帝国時代の遺跡が多数ある。落カはかつてアッパース町の都にもなった町である。2014年8月24日。 過激派組織アイッセルは、落下権にある、シリア政府軍の空軍基地を制圧、落下権のほぼ全てを手中に収めた。落下近郊のユーフラテス側落下権には3軍が、属する。タルアブヤド軍、タルアブヤドア、イコールサウラ軍、ア、イコールサウラー落下軍落下人口の多くは、アラブ人だが、トルコ国境付近には、クルド人も多い。ありがとうございます。